クリスティアン・ラウール・レデスマは、アルゼンチン・ブエノス・アイレス州産・イシドロ出身の、元同国代表サッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。1997年に AA アルヘンティノス・ジュニアーズからデビュー。CA リーベルプレート、ハンブルガー・エース・ヴ CF ・モンテレー、CA コロン、ラシン・クラブに在籍した。2007年に在籍した CA、c a ん。 ロレンソであるマグロでプリメーラディビシオン優勝を果たし、オリンピアコス FC に移籍金約180万ユーロで移籍。オリンピアコスでは UEFA チャンピオンズリーグに出場した。2008年8月にサンロレンソにレンタル移籍した。2010年7月13日フリートランスファーでコロンに加入。2014年7月に CA リーベルプレートから古巣であるアルヘンティの末、復帰。2016年7月、現役を引退することを表明した。2007年には代表キャッププレイのままコパーアメリカに出場するアルゼンチン代表メンバーに選出され、4月18日のチリ戦でデビューした。8月22日のノルウェーとの親善試合でにキャップ目を記録し、9月11日のオーストラリア戦で、 3キャップ目を記録した。2017年12月18日、CA ティグレの監督に就任した。ありがとうございます。